どうも皆さんこんばんは、工藤です。3月の26日の土曜日夜の8時27分でございます。はい、今日も一日お疲れ様でした。まあといってもね、今日土曜日なので、はい、休みの方が多いかなとは思うんですけど、今日私はですね、ウェドラジで配信してるんで、まあ、分かる方は分かると思うんですけど、コロナワクチンの3回目の接種をしてきました。午前中にね、はい。で、まあ午前中行ってきたんで、そのね、病院に行く途中というか、行く時と帰りで、まあドライブ雑談配信をやったりとかね、してたって感じですね、今日は。うん。で、病院から帰ってきた時にはもう10時半くらいで、まあ普段病院に通うよりはね、早く終わったんで、まあすぐ帰ってこれたんですけど、まあその後、そうですね、まあ、クドラジのそのね、ドライブ配信の収録した内容を配信する作業をやったりとか、あとはヘブ版のちょっとレベル上げやってたりとかって感じでしたね。で、午後は午後で、まあ、午前中ね、アニメ見ることができなかったんで、東京24区と、スローループと高木さんとピチピチピッチですね、はい、を見たって感じですね、午後は。うん、午後はだからアニメ見て、まあ、またヘブ版ちょっとやってっていう感じですかね。まあ、それ以外は何もやんなかったな。うん、っていうか高木さんやっぱり最終回ですよね、多分。多分最終回だよね、あの終わり方はさ。から会長の高木さんさんの最終話、まあ、12話なんですけど、3月14日っていうね、サブタイトルがついてますけど、はい、おそらく最終回じゃないかな。うん、なんかもう最終回っぽい終わり方だったので、なんかあ、これでこのままこう6月の何日だっけ、6月のちょっと何日か忘れたけど6月のからかい上手の高木さんの劇場版に、うん、つながっていくのかなっていう感じですね。はい、というわけで、まあ、からかい上手の高木さんの3はとりあえず最終回を迎えたという感じかな。シーズン2とかシーズン1も12話だったっけですね。シーズン2も12話。シーズン1は？シーズン1が13話か。ということはもしかしてシーズン3あり、シーズン3の13話もあり得るっちゃあり得るか。でもね、その見た方はわかると思うんですけど、結構いい終わり方っていうか、なんかもう最終回っぽい終わり方だったんで、まあ最終回って言われても、まあ、納得できる終わり方でした。はい。うん。ちょっと寂しい感じはしたけどね。あ、終わっちゃったかみたいな。うん。あとは劇場版に続くんかっていうね、感じはあったけど、うん。まあでも12話で終わりって言われても、まあ納得のいく。待てよ。ん？あ、待って、ネットフリックスに書いてあるわ。ネットフリックスのからかい上手の高木さんのところに、シーズン最終回を今すぐ見ようって書いてある。じゃあ最終回だね、これね。うん、書いてありますわ。うん、もしかしたら公式サイトとかに行けばね、書いてあるのかもね。うん。はい。というわけで、からかい上手の高木さんさんは、12話、3月14日。が、最終回ということになるみたいです。はい。で、この続きは劇場で6月ですかね。はい。になる感じですね。はい。で、そういえばあれだね。最終回の、からかい高木さんのカバー曲はオレンジレンジの花でしたね。うん。なんか懐かしいなと思って。最初は花って聞いたとき、あれオレンジレンジの花ってそういう曲だったっけってちょっと思って。なんか、全然歌詞とか気にして聞いたことなかったんだけど。うん。
ちゃんと口ずさみながらね、歌詞ちゃんと確認すると、あ、確かにまあ恋愛ソングだなと思って、うん、最近あんま全然聞いてなかったけど、改めて聞くと確かに恋愛ソングだわと思って懐かしいなと思って聞いてました。はい、まあそうですね、うん、まあそんな感じで今日は午後ずっとアニメ見てたんですけど、今日さ、あの完全に忘れてたんだけど、前にちょこっとね言った気はするんだけど、うん、言ったんだけど、今日アニメジャパンですよね。アニメジャパン2022じゃない今日、アニメジャパン2022 3月26ですよね。やっぱそうだよね。今日から29日までかな、全42のプログラムがあると。開催概要は、26日土曜日、27日日曜日の9時から17時がパブリックデーだね。うん、だから一般来場者も参加っていうか、まあ入れるやつになるのかな。うん、ただ確かあれですよね、コロナの関係もあって人数が制限されるんじゃなかったっけ確か。うん、前売り券と当日券がありますけど、確かそんな感じでね書いてあったはずなんだけど、うん、あ違う、それ違うわ、んそれ東京ゲームショー、あれ違うな、あれ何の話だったっけ、あれアニメジャパンだったっけ、ごめんなさい、なんかいろんなイベントの情報がちょっとこんがらがってるかもしれない。うん、あのちょっと自分で調べてみてください。一応そうだね、当日券とかも書いてあるから行けるのかな、参加人数とか制限かかってないんかな。うん、あれ参加人数制限かかってるって話したのあれ何だったっけ、東京ゲームショウだっけ、あれ何だったっけ、あれアニメジャパンだったっけか、あれわかんなくなっちゃった。はい、まあいいか。で、今日と明日がパブリックで、はい、一般参加もできる日ですね。で、あさって、しあさって、まあ、28日、29日、月火ですけど、に関してはビジネスデイなので、まあ、なんていうのかな、うん、一般の人はまあ参加できないけど、企業関係者の人たちが参加する日っていう感じかな。うん。だから、なんだろうね、そういう。アニメーション会社同士のなんかそういう話し合いの場みたいな感じなんじゃないかな。私もあのアニメ関係の人間じゃないし、ビジネスデーとか、そもそもアニメジャパンすら参加したことないからちょっとわかんないけど、うん。あ、でも展開内容書いてあるね。企業紹介ページとか、商談マッチング、ビジネスセミナー、アニメビジネスコンシェルジュとかね。うん。まあだからやっぱ企業向けっていう感じなのかな。っていう感じで、はい、今日からアニメジャパン2022が開催されております。はい、あの私 YouTube で見てて、もういろんなねもうアニメの情報がもうポン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 上がってて、でそれぞれのブースでね YouTube のライブ配信なんかもやってたりしてて、うん、これは例えばそうだな、 Netflix とかも出てましたね。うん、Netflix アニメチャンネルだったかな、 YouTube のね、はい、まあ、これからの Netflix であの配信されるアニメについての情報が出たりしたんじゃないかな。うん、あとはまあアニプレックスさんの YouTube チャンネルなんかで、あの新しいオリジナルテレビアニメーションの話とかもね出たりしてました。なんだっけな、エンゲージキスとかね、丸戸文明先生のやつじゃなかったっけ、違ったっけ、うん、丸戸文明先生と綱子先生か、うん、のタッグでやる作品、エンゲージキスじゃなかったかな確か、とか
まあ他にもね、うん、いろいろ YouTube チャンネルでライブ配信やったりしてましたね。うん。だからもうこの4日間、まあ今日から始まる4日間は、もうとにかくアニメに関するもう話題が、もうとにかくニュースというか新情報とかね、とかがもうズワーってくる、期間になるので、まあ私としては忙しいっちゃ忙しいかな。え、これも入んの？え、何こんな作品入んの？みたいなね。まあ多分全部は紹介しきれないけど、うん、まあそうだね、気になるやつがあればもうぼちぼち紹介していこうかなと思ってます。はい、まあ、それこそね、さっきのまあ東京そのアニメジャパンで出た情報かどうか分かんないものもあるんで、 YouTube で見るだけなんで、うん、ただこの期間内はとにかくアニメ情報が、アニメの新情報とかがもうどんどん出てくるんで、次々と紹介していかないとキリがないので、本当にね。うん。ですね。さっきのエンゲージキスとかもそうだし、魔法少女マジカルデストロイヤーズとかもそうかな。キングアミューズメントチャンネルのやつとかね。影の実力者になりたくてとかね。PV とかもいろいろ出てんだよね。うん。ああそうだ、あと盾の勇者の成り上がりのシーズン2の PV が出たりとか、シーズン2のエンディング曲藤川さんがまた歌ってくれるっていうね、情報なんかも出たりとか、うちの師匠は尻尾がないの PV が出たりとかかな。あと連盟空軍航空魔法音楽隊ルミナスウィッチーズの PV3 が出たりとかね。うん、いっぱい出てるね、本当に。ジョジョの奇妙な冒険のステージか、ストーンオーシャンステージとか本当にいっぱい出てます。うん、全部紹介しきれないけど、とにかく私が言いたいのは、この4日間、今日から始まって、今日、明日、明後日、しあさってに関しては本当にアニメの情報たくさん、まあ、アニメだけじゃないかもね、もしかしたらそのね、アニメからゲームになるものもあったりするし、うん、だからアニメを、まあ、起点としていろんなそういうエンタメ関連の情報がね出たりすると思うので、はい、皆さんもなんか気になる作品とか、うん、あれば、もしなんかねチェックしてみてください。はい、っていうのが、まあ今日一番話したかったことかな。うん、はい、ですかね。まあ他にも喋りたいことはいっぱいあったっちゃあったんだけど、ちょっとそれはまた後日お話ししようかな。あ、ちなみにですね、コロナのワクチン今日午前中に打ってきて、もうかれこれもうすぐ12時間待たないか、11時間ぐらいは経つ。9時40分ぐらいに打ったか。だから11時間ぐらいは経過したかなと思うんですけど、今のところはね、熱はないです。はい。あのね、夕方ぐらいから、夕方じゃないな。お昼ちょっと過ぎたあたりぐらいから、左のその打たれた部分が、ちょっとこう、なんか、筋肉痛みたいな感じになってるくらいですね。うん。で、ちょっと痛いというか、うん、筋肉痛のような痛みがあるだけで、体調的には何の問題もないです、今のところは。熱は測ってないですけど、なんだろう、特に頭が痛いとかクラクラするとかそういうのもないので、もしかしたらこのまま何のあれも、なんだろう、副反応もなく、まあ、なんだろう、副反応なくってわけじゃないんだよね。実際左腕も痛くなってるからね。まあそれで済めばいいんだけど、まあ怖いのはこの夜寝てる時だよね。夜寝てる時に急にこううってなってブル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 ってなる可能性もまあなきにしもあらずなので、はい、ちょっと怖いんだけどね。はい、
うん、まあ寝る時間はいつも通り、まあ、10時くらいにはねもう寝ようと思ってるので、うん、問題は夜中ですね。この前もでもね、確か寝る前は全然問題なかったんだけど、夜中ね急にこう寒気に襲われたんだよね、おかんというか、うん、確かそのはず。寝る直前までは、寝る直前って普通にその眠りにつく時も何の問題もなくて、あの、あれもしかしてこのまま副反応ねえのかなとか思ってたんだけど、寝てる間にブル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 みたいな感じになったんで、もしかしたら今日の夜もそのブルブルに悩まされる可能性はまああるかなとは思います。はい、まあその場合はねもうどうしようもないので、もうとにかく耐えるしかないかな。うん、一応ねあったかくして寝てるつもりなんですけど、うん、それでもねもうおかんが出ちゃうからね、もうどうしようもないんだよね。だから布団の中でも体を縮こまらせてブル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 しながら、その時が過ぎるのを待つというか、うん、するしかないのかなとは思います。はい、うん、意外とね熱は、あ、でもどうなんだろう、そのブルブル震えてる時はやっぱりね熱上がってるんじゃないかなとは思うけど、うん、正直寝てる最中だからさ熱測る気も起きないんだよね、寒いし、うん、半分寝てるようなもんなんで、なんかわざわざ起き上がって熱測ろうっていう気にもならないし、うん、ね、だからまあ耐えるしかないかな。とりあえず明日の朝の配信で、まあ、何かしらねあれば、夜中に何か あったらお話しします。はい、まあ、何もなくても話はすると思うんだけど、何もなかったよってね、うん、もしかしたらもうちょっと時間置いてから出てくる可能性もね、まあ、ないとは言い切れないので、うん、明日の朝起きて午前中とかにねいきなりなんか熱上がってくるっていう可能性もねあるので、はい、まああまり油断せずにね行きたいなと思います。はい、まあそんなところですかね今日はね。はい、まあちょっと副反応もねこれから出るかもしれないとかっていうちょっと怖いところもあるので、ちょっとあんまり長くならないようにこの辺にしときたいと思います、今回は。はい、というわけで、今日の夜の配信はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。